チリ神でもいるか。なんというかお前も男なんだな。お前たち人間の思考は気色が悪い。ハゲ山での守備は聞く必要があるか。賢者だろ。礼儀として聞いている。もっとも貴様にはそういう概念が欠けているようだが。シリは急いでいた。知っている。手紙にも書いてあった。だがそれに関心はない。貴様はイムレリスを巧みに排除した。私を刺激するほど巧みにな。つまり将軍の一人を失ったことはエレディンを弱らせた。残るはあと二人。どうやって片付ける。カランシールは中心だ。だがゲールズは違う。彼は前王の追随者だった。その敬愛なる前王を毒殺したのはエレディンだ。大殺し、一大事だな。知ってる者は少ないんだな。生きている中では私だけ。エレディンを除いてな。問題はゲールズが信用するかどうかだ。心配は無用だ。分かった。それで計画は。ゲールズを連れてきて真相を教えるんだ。素晴らしい計画だ。居場所さえ分かればな。分かる。アインエレの血だ。アインエレの血。思い出せないのか。しばらくの間エレディンと旅したというのに。アルダーの民の地だ。かつて我らがたどり着いた世界、我らの故郷だ。赤の騎兵団とゲールズはそこにいるのだ。お忘れのようだな。お前とシリは世界の間を移動できるかもしれんが、俺はそうでもない。ここ以外にも多くの世界が存在することは知っているな。それらは通路でつながっていて、隠された入り口から中に入れる。無論そのような入り口を見つけられる者は一握り。例えばエルフの賢者が。例えばな。そういった通路の一つがもうすぐ開く。幸運にも我々の近くでな。この建物とブッチャーズヤードの間だ。どうだ、一緒に行くか。行こう。この家は知っている。ここからゴドリングを追い出すはずだった。はず。無害だと判断した。別々につくのは。その可能性はある。私にはジルエアエルほどの力はない。彼女は時空を操りし者だ。私はこの秘密の知識を少し利用できるだけだ。時は来た。ディディウェイト砂漠にようこそ。俺たちの世界のどこかか。貴様の世界にこんな峡谷がある。ほら行くぞ。ここは何なんだ。とても古い世界だ。破壊し尽くされた。生き物はいるのか。水なしで数ヶ月の間生き続けられる砂漠の生物が主だ。なあ、それと地下深くに巨大なサンドワームがいる。
気づかれないように注意せねばな。以前は人々やエルフはいたのか。世界を破壊するのは人間型生物だけだと思うか。じゃあ何がいた。意識を持つ怪物の類か。あの崖を見ろ。何か思い出さない。大きな川の底みたいだ。もしくは海底か。ここに水中生物がいたってことか。生物はいない。海だけだ。何が言いたい。多種多様な世界があり、生命はさらに多様だ。その多くは貴様ら人間よりはるかに高い知性を持つ。だがどれだけ知性が高くとも、生命というものはその世界の資源を使い果たしてしまうようだな。ああ、門だ。遺跡のように見えるが、見かけは当てにならぬ。じゃあ何を待ってる。開くのだ。そう長くはかからん。何事だ。サンドワームが我々に気づいた。最高だよ。アバラック、あったぞ。あまり感じのいい霧ではないな。くそ、息を止めていないと。あと少しで窒息していたな。力の場だ。見てみよう。あのモヤを避けるか、中を走り抜けるか。
視するぞ。しかも次の通路を急いで見つけないと。途中で休みながら進めば通路までたどり着けるはずだ。場所に明かりが、誰かがつけたのか。あの気難しいエルフの賢者だといいが。屋根まで雪が積もってる。いつからこの猛吹雪が続いてるんだ。やっぱりお出ましか。嘘をついていたぞ。時間がかかったな。何か問題でも？いや、景色を堪能してただけだ。この場所は何だ？来たことがある感じがする。貴様はここでエレディンの影と戦った。その前にはシリが戦った。貴様のためにな。一体何の話だ？どうやって赤の騎兵団から逃れたか不思議に思ったことは何度もある。だが何も思い出せない。シリが助けに来た。貴様の危機を察知し、ワイルドハントから引き剥がし、ケイヤモルヘン近くの森に置いてきたんだ。それでエレディンはシリを追い始めたのか？俺のせいで。なぜあいつは何も言わなかった？はあ、話してどうなる。ここはどこだ？アインエレの世界か？いや、テッドデリーだ。終わりの時、白き霜によって崩壊してしまった世界だ。全てのものの運命だ。時はそれぞれだが。随分冷静に言うんだな。エレディンは終末に耐えきれず、恐怖に支配されてしまった。同じ過ちは犯さない。どういうことだ？とにかく今は時間がない。別行動にならないとよかったんだが。その可能性は警告した。どこへ旅に行った？太陽が失われた世界を通った。ギリギリ次の通路にたどり着いたよ。灯台の火はお前がつけたのか？移動の助けになるかと思ってな。どの道、灯台の役目とは道を照らすことだ。
ゲールズを追うのは大仕事になりそうだが、奴の何がそれほど重要なんだ。エレディンは禅王とは違う。力そのものに惹かれ、官僚社会に必要な忍耐力を備えていない。奴は常に赤の騎兵団を従え、戦場で時を過ごす。おのずと優れた総督が必要になる。ゲールズは優秀な役人であり、狡猾な策士だ。アインエレで最も危険な人物だろう。弱点はあるのか？ああ、正義感だ。ここも安全には見えない。行こう。こっちだ。次の通路はいつ開く？間もなくだ。ここはティルナリアか？目覚めの宮殿、月の宮殿とも呼ばれ、ゲールズの本拠地だ。ほう、美しい街だ。分かってくれて嬉しいよ。エルフの建築は人間のものより少し洗練されている。なぜここにいるの？今日はおしまいだ、我が愛しき花よ。すまないが外してくれ。察するに、これから私たちが論じる話に部外者は厳禁だろ。クレバン・エスペイン・エプカオマン・マーカ、それにリビアのゲラルト、ケドミル。私のモデルは気に入ったか？どこかララドレに似ている。そう思わないか、クレバン？おそらく身長はな。それだけだ。ああ、なるほど。痛いところをついたらしい。では話題を変えようか。飲み物は？ウォッカはあるか？ああ、そうだった。あんな汚いものは飲まないんだったな。忘れてたよ。そうか。実を言うと、お前がここに現れたことに驚きを隠せない。仲間の選び方も興味深い。まさかアバラックがお前に全てを明かしていると思っていまい？いや、だがお前の種族に誠実さを求めてもいない。ざれ言はよせ。顔に苛立ちの影が見て取れるな。それでなぜここに来た？大殺しが誰か教えに来た。ここに来るために相当苦労したはずだ。これからつく嘘にもさぞや手間をかけたのだろうな。真実だ。夢で見せてやる。夢見術師がいるのか。直感は正しかった。面白くなりそうだ。信じた方がいい。さあこっちへ。ウィッチャーのゲラルト、実に行動的だ。行き先を教えてもらえるか？アインシーデの世界へ。今回は直行する。行くぞ、衛兵が来る前に。客人を紹介する必要はなかろう。ごきげんよう、ジルエアエル。では本当なんだな、ツバメがキツネに味方したのか？私たちを敵対させることはできない。アバラックに脅されただろう。忘れたのか、王の信頼を温めさせようとしたのを。君を豚肉みたいに扱った。覚えてる。
でもあなたがあいつに私の処遇についてどう話したのかも覚えてる。そして赤の騎兵団がケイヤモルヘンでしたことも。口論しに来たのではない。約束した証拠はどこにあるんだ。夢の中で見ることになる。ああそうだ、夢見術師か。決して偽りのない光景、エレディンがどうやって王を殺したのかを見せたいのか。その後は私にアイン・エレを率いて革命を起こさせ、アバラックを新王の座に就かせろとでも言うのか。うぬぼれるな。エレディンに歯向かえ。そうするだけでいい。いいだろう。私を夢の世界へと誘い、全王の最後を見せろ。認識を共有するため、全員がその夢を見る。いいとも。奴と戦うならこの世界で自分の選んだ場所でやれ。でなければ勝機はない。スケリッチへ行き太陽の石を見つけろ。それがあればナウルファーを召喚できる。エレディンもな。奴が造園を呼んだとしてもアインエレはそれに応えない。正しい選択だ。ティルナリアへの新たな門が開かれる。お前が戻れるよう私が保持しよう。来い。解放されるためにデタラメを言ってたのかもしれん。もっと問い詰めるべきだったか。落ち着いて。アバラックは彼をよく知ってる。戻ったら聞いてみましょう。噂をすれば現れたな。ゲラルトが心配してる。ゲールズを簡単に解放しすぎたんじゃないかって。慎重になりすぎることはない。そうだな。しかしゲールズは約束を守るだろう。エレディンの支援を控えるはずだ。何か計画があるよね。話してくれる？太陽の石を見つけたら女魔術師の魔力を借りる。エレディンの船をアンドビクの沿岸に誘い出すのだ。そこで罠を張り待ち伏せする。ワイルドハントの王が現れたら乗り込んで倒す。そう簡単にいくか。エレディンを倒すのはそう簡単ではないが不可能ではない。全員を集めてくれ。その後スケリッジへ出航だ。